こんにちは、新一です。アイアンハートのビジュアルが判明してみたいなんで、紹介していきたいと思います。これがまず、ワカンダフォーエバーのグッズに付けられているラベルの画像です。左に写ってるのが、ね、アイアンハートですね。なんかゴテゴテしてるので、アイアンマンというよりか、ウォーマシンっぽいですね。近いですね。あと、なんか、プロトタイプっぽいですよね。なんか、ヘルメットもない感じがします。まあ、他のメンバーがこんな感じですね。シュリ、ナキ、アオコエですね。ブラックパンサー、シュリになるんじゃないかなっていう説と、があるんですけど、僕はオコエがブラック、オコエじゃないわ。ナキアがブラックパンサーになるんじゃないかなと思います。で、もう一つ画像が、アイアンハートの画像が判明しているので、見ていきたいと思います。これが、ファンコっていうおもちゃの、アイアンハートの、形状ですね。で、足の部分が、ワカンダの模様になってるので、ワカンダ出身じゃないかな。リリー・ウィリアムズっていうキャラクターなんですけど、アイアンハートの名前が、じゃないかなと思いますね。あと、もう、ヘルメットないようですね、正式には。で、左手が、ハルクバスターみたいな感じで、まあ、すごい、プロトタイプみたいな感じですね。他のハンコも見ていきます。ネイモア・ザ・サブマリーナー。シュリですかね。これが忘れた。これは以前出てきたキャラクターたちですね。オコエ。なんだっけ、名前忘れましたけど。ちょっと。まあ、そんな感じです。